ハレルヤーアメンアメンハレルヤーハレルヤーアメン。こんばんは、かずきさん、こんばんは。ごはんとくさん、こんばんは、ハレルヤー。ひかるさん、こんばんは、ハレルヤー。アメン、アメン。やっとなんか春らしくね、気温が高くなりましたよね。皆さん、やっと春です。やっと春ですね。暑いぐらいでしたよね。暑いぐらい、今暖房入れなくても23度ぐらいね。やっと春という感じね。皆さん、第3アメン。やっと春です。やっと春です。皆さん、春です。リバイバルです。天国です。皆さん喜びましょう。春が来ました。春が来ました。喜びましょうね。日本にも春が来ました。日本にも春が来ました。私たちの心に春が来ました。かこいさん、リバイバルが嬉しいです。アメン。皆さん、元気になる方法は、小太郎さん、ハレルヤ。元気になる方法はですね、信仰的になることです。元気になる方法はですね、このリバイバルを待ち望むことです。元気になる方法はですね、イエス様の、イエス様を待ち望むことです。皆さん、私たちは元気になることができるのです。私たちは希望に満ちることができるのです。私たちは天国を待ち望むことができるのです。日本にリバイバルが来るということを皆さん信じましょう。日本にリバイバルが来るということを信じるのです。あ、小太郎さん、ありがとうございます。皆さん、すべてはイエス様のおかげです。アメン。かこいさん、すべてはイエス様のおかげです。すべてはイエス様のおかげです。すべては、すべては、すべてはイエス様のおかげです。私たちはイエス様に生かされています。与えられています。イエス様に祝福されています。イエスキリストを信じる者は、イエスキリストを信じる者は、祝福がドバッと来るんですね。祝福がドバッと来ます。イエスキリストを信じない人は、祝福がもらえません。メラニーさん、キュッス。イエス・キリストを信じなければ祝福が来ないのです。祝福が来ないのです。イエス・キリストを信じる者に、祝福がドバッと来ます。ドバッと来ます。祝福が溢れるばかりに来ます。溢れるばかりに来ます。兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、祝福を受け取りましょう。祝福を受け取るのです。祝福を受け取ることによって人生は満たされるのです。人生は満たされるのです。多くの人は神様の祝福を受け取っていないのです。神様の祝福を受け取っていないのです。ですから辛いのです。ですから虚しいのです。皆さん、せっかくの人生、せっかくの人生、永遠にたった一回のこの地上の人生、天国の人生はありますよ。この天国の人生はありますけど、この地上の人生は永遠に一回です。永遠に一回です。この永遠の一回の人生ね、最高の人生を送りましょう。最高の人生を送りましょう。その最高の人生とは何ですか？イエス・キリストを信じる信仰によって祝福された人生、神様に祝福された人生、それが最高の人生です。神様のために生きる人生、これが最高の人生です。そして、皆さん、誰でも、誰でも祝福されることができます。祝福されることができます。私も以前は、この失望の中で生きていました。虚しさの中で生きてましたけれども、今私は、信仰で歩んでいます。満たされて歩んでいます。
祝福されて歩んでいます。戦いもあります。もちろん苦しみもあります。信仰の苦しみっていうのもあるんですよ、信仰があるがゆえに苦しむ。悪コメにいじめられるとかですね、迫害されるとかですね、傷んだとか言って悪口言われたりとかですね、そういう、ね、ありもしないことで、ね、悪口言われます。でもそれはキリストの苦しみです。キリストの苦しみというのは信仰のゆえによる苦しみ、それは価値があると書いてあります。信仰のゆえに、クリスチャンであるがゆえに受ける苦しみは天において、天において報いがあると書いてあるんです。天において報いがある、どこだったかな、マタイのここですね、マタイ5の11ですね。マタイ5の11、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。この、ニコ玉の、コメントはまさにこれですよね。ありもしないことで悪口雑言言われるね。イエス様のために罵られたり迫害されたりね、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、嵐に荒らされることを喜びなさい、嵐に迫害されることを喜びなさい、喜び踊りなさい。天において報いが大きい、報いが大きい。イエスキリストのゆえに荒らされることは報いが大きい。わおわおと言っても、まあもっと荒らしてくださいとは言わないんですが、喜びます。かこいさん喜びます。信仰のゆえに、伝道のゆえに、イエス・キリストの名によって、ね、受ける迫害は報いがあるのです。しかしこの世の罪の苦しみ、悪の苦しみ、肉の苦しみは意味がないのです。悪いことして苦しむのは意味がないのです。ね。良いことをして苦しむならば意味がありますが、罪の苦しみは意味がないのです。人を憎んで苦しむ。ね。悪口を言って憎しむ。悪コメを打って苦しむ。悪い言葉を言って苦しむ。喧嘩して苦しむ。お酒飲んで苦しむ。寝とげをして苦しむ。肉による苦しみには意味がないのです。肉による苦しみには意味がないのです。喧嘩して苦しむ意味がない。ね。愚痴を言って不満を言って、焼け酒飲むのも意味がない。皆さん、肉の思いは苦しみなのです。肉の思いは苦しみなのです。皆さん、もうわかるかもしれませんが、人間はですね、肉によって生きるか信仰によって生きるか、肉によって生きるか信仰によって生きるか、どっちかしかないんですね。どっちかしかない。多くの人は肉によって生きてるんですね。肉によって生きるというのは、その欲望に従って生きるとか、罪の虜になって生きるとか、生まれつきのまま生きる、生まれつきのまま生きる、わがままに生きるとか、自己中で生きるとか、そういう自分勝手な生き方、自分勝手な生き方、それを肉に生きると言います。多くの人は肉によって生きているのです。肉によって生きているのです。それが罪人なんだよ。で、その肉によって生きているから苦しいんだよ。皆さん苦しいですか？苦しいですか？苦しい人手を挙げてください。生きることが苦しい、心が苦しい、苦しいことだらけの人手を挙げてください。生きることが苦しい人手を挙げてください。生きることが苦しい人手を挙げてください。苦しい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 、生きることが苦しい人手を挙げてください。あ、ちょっと暑いですね。ちょっと失礼。
暑いですね。やっと私内輪の季節が来ましたね。涼しいですね。はい、うるさい音がする。それでですね、皆さん、なぜ苦しいかね。じゃあ皆さん、自分の苦しみの原因、まあ多分肉が原因ですね。肉が原因ですが、皆さんの苦しみの原因を書いてもらいましょう。はい、皆さん、苦しみ原因テスト。はい、皆さんの苦しみの原因は何ですか？肉が原因です。肉が原因ですが、具体的に皆さんの苦しみの原因をですね、はい、アルコール中毒、お金、欲望、仕事、お金がない、女性、罪、自分で蒔いた種、カーローン、お金、ネトゲ、あなたの放送、恋人、悪霊、性欲、集団ストーカー、モテない、悪霊、ホモ、宗教、ニコ生。苦しみの原因は偶像崇拝と悔い改めないからです。アメン。花粉症、その原因は肉です。神棚、ギャンブル。アメン。飲みすぎ、食べすぎ、上司、モルモン教。はい、アルチュー。はい、いいですよ。苦しみの原因、いろいろありますよね。苦しみの原因、いろいろあります。はい、怠け癖。怠け癖。タバコ。結局ですね、苦しみというのは何かというと、もちろんその、マジでイエス様を信じて悔い改めた人生生きたいです。もちろん、伝道して苦しみを受ける。ね、その、信仰で苦しみを受ける。それはまた別です。しかし、肉の苦しみというのは何かというと、肉の苦しみというのは、その悪魔が皆さんを苦しめているという感じですね。アル中で苦しめている、恐れで苦しめている、憎しみで苦しめているね。悪魔が皆さんを苦しめているということです。悪魔が皆さんを苦しめている、悪魔が苦しめているんですが、どうやって苦しめるんですか？肉を通して苦しめている。喧嘩したら苦しいです。ね。不安も苦しいです。それから、憎しみも、言ったかな？憎しみも苦しいです。それから、ね。お酒やタバコも苦しいです。ギャンブルも苦しいです。肉によって人間は苦しむのです。肉によって苦しむのです。皆さんの苦しみは肉による苦しみで、皆さんの苦しみは悪魔が与える苦しみなのです。悪魔が与える苦しみ。悪魔は皆さんを苦しめたい。ね。もうなんと悪魔はですね、意地悪ですか。悪魔が多くの人を苦しめているのです。悪魔が多くの人を苦しめている。じゃあその肉によって生きるということをもうちょっとね、わかりやすく言いましょう。肉によって生きるっていうのはどういうことかということですね。このガラティア行きましょうかね、ガラティア。ですね。ガラティア5章ですね。ガラティア5章。どこから読めばいいかな。この辺から言うね。13から言いましょう。兄弟たち、あなた方は銃を与えられるために召されたのです。ただその銃を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使い合いなさい。立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、
お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは迷惑であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像崇拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるなら、御霊によって導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして、共栄に走ることのないようにしましょう。皆さん、この24。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。皆さん、肉の行いは、ね、不貧困、汚れ、公職、偶像崇拝、敵意、争い、そねみ、憤り、妬み、酩酊、遊興、そんなものです。皆さん、肉の行いで生きてませんか。皆さんは肉の行いで生きてませんか。この世の人は肉の行いで生きているのです。信仰のない人は肉の行いで生きているのです。でも肉の行いで生きている者が神の御国を相続することはないと書いてあります。天国行けないということですよ、皆さん。ねえ、肉の行いで生きている人は天国行けない、天国行けないよということですね。で、その肉の行いで生きるから虚しい、苦しいということです。人間の問題はここにある、まあ、これが、まあ、罪とということなんです。人間の問題はここなんです。肉の行いによって生きているということです。欲望によって生きている、欲望に従って生きている、自分勝手に生きている、これが人間の問題です。皆さん、今週の日曜日はイースターですよね、復活祭。ここに十字架のこのね、絵がありますけど、この十字架というのは、イエス様の肉体が死んでいますね。つまり十字架というのはね、肉を殺すということですね。私たちの代わりに死んでくれたわけですが、十字架のもう一つの意味は肉を殺すという意味です。ですから今のガラテヤ5のですね、23、24にあるように、自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。私たちは私たちの肉を
私たちの情欲を、私たちの欲望を、欲望をこの十字架とともに、十字架につけて葬り去らなければならないのです。皆さん、十字架というのは私たちの肉を殺すことなんです。十字架というのは情欲を葬り去ることなんです。欲望を葬り去ることなんです。自分ではできない、自分ではできない、自分の力ではできないが、十字架によって、十字架によって私たちの肉は死ぬのです。情欲は死ぬのです。欲望は死ぬのです。肉に死ぬのです。欲が死ぬのです。罪が死ぬのです。罪が死ぬのです。そして聖霊によって生きるのです。イエス様は3日目によみがえりました。3日目によみがえったということは、私たちも御霊によってよみがえるということです。肉に死ぬけど、肉に死ぬけど御霊によって生きるのです。肉によって死ぬけど神の命で生きるのです。肉は死ぬけども信仰で生きるのです。肉は死ぬけど本当の命、神の命、本当の命でよみがえるのです。イエス様も死んで復活しましたけど、私たちイエスキリストを信じる者も肉に死んで、罪に死んで、信仰によってよみがえるのです。肉に死んで信仰によって復活したのです。兄弟姉妹の皆さん、兄弟姉妹の皆さん、私たちは信仰で歩んでるから、御霊に導かれて歩んでるから、私たちはもう欲望は死んだのです、その肉は死んだのです。情欲は死んだのです。信仰で歩みましょう。信仰で歩みましょう。肉に従う者が、肉に従う者が神の国を相続することができないのです。肉を殺して歩みましょう。肉を殺して歩みましょう。まだイエス・キリストを信じてない方々も、自分の苦しみが肉による苦しみなんだということを理解して、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて信仰で歩みませんか。私たちを苦しめる肉の思い、私たちを苦しめる情欲の思い、私たちを苦しめる欲望の思いから解放されたくありませんか。苦しみから解放されたくありませんか。虚しさから解放されたくありませんか。誰でもイエス・キリストに会って、イエス様の十字架によって肉が葬り去られ、情欲、欲望が死んでしまうのです。ローマの6の4ね、ローマの6の4、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。キリストと共に葬られたと書いてありますね。キリストと共に葬られた。それから8の3、ローマ8の3、ローマ8の3、なぜなら、ごめんなさい、3、肉によって無力になったため、立法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神は自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです。6節、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。肉の思いは死であります。皆さん、肉の思いは死なのです。肉の思いは死なのです。肉の思いは苦しみなのです。肉の思いは苦しみなのです。しかし御霊の思いは命と平安です。
命と平安です。皆さん、多くの人は肉の思いで苦しんでいるのです。肉の苦しみで、肉の思いで苦しんでいるのです。多くの人は肉で苦しんでいるのです。ですから、イエス・キリストに会って御霊を受けてください。御霊を受けてください。御霊によって命と平安です。命と平安です。天国の喜び、天国の平安が来ます。皆さん、ですから、多くの人は肉によって生きてますので、地獄の苦しみを受けているのです。肉の苦しみは地獄の苦しみです。多くの人は地獄の苦しみです。アメン。この原理をしっかり理解しましょう。この原理を理解するのですね。原理、何の原理かというと、罪の原理ですね。罪の原理、8章2節、8章2節、原理、なぜならキリストイエスには命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。罪と死の原理、罪の死の原理、多くの人は罪と死の原理で苦しんでいますが、命の御霊の原理で解放されるのです。御霊によって解放されるのです。肉から解放されるのです。罪から解放されるのです。罪から解放されるのです。呪いから解放されるのです。情欲から解放されるのです。欲望から解放されるのです。皆さん、救いというのはこういうことなんです。救いというのは、その死の苦しみから、肉の苦しみから解放されることなんですね。仏教でも煩悩というのがありますが、その煩悩からどうやって解脱をしたらいいかというのが仏教ですが、キリスト教的に言えば、それはできません。十字架以外に煩悩を消すことはできないのです。十字架以外に煩悩を消すことはできません。なぜかというと、それは人間の力ではできないのです。座禅をしても瞑想してもできないのです。肉の力は肉の力です。神の力がなければ煩悩から解放されることはないのです。皆さんの苦しみの原因分かりましたか？かこいさん、救えるのは唯一の神イエスのみ、アメン。第3、アメン。皆さんがなぜ苦しいのか、毎日なぜ悩むのかね。そうか、肉が原因だったんだ、欲望が原因だったんだ、情欲が原因だったんだ、それが私の苦しみだったんだ、肉の行いが苦しみなんだ、サタンに脅されてるんだ、サタンに脅されてるんだ、サタンによって汚されている、脅されている、そこに苦しみがある。サタンの脅しから解放されるためにはイエス様が必要なんだということですね。イエス様によって救われる、イエス様によって救われる、それは、肉が葬られて、御霊が与えられて御霊によって生きること、信仰によって生きることだということです。自分の力で欲を消すことはできません。御霊によって欲が自制されます。御霊によって欲が自制されます。御霊と、肉は拮抗するのです。御霊と肉が拮抗しますね。拮抗します。そして、肉に歩んでいる人は肉的なことを考えますね。御霊に導かれる方は、御霊に属することを考えます。まあ、分かりやすく言えばね、クリスチャンは いつも信仰的なことを考えるということですね。クリスチャンは信仰的なことを考える、ノンクリスチャンは肉的なことを考える、ノンクリスチャンはこの世的なことを考える、クリスチャンは、信仰的なことを考える、そういうことなんですね。ぜひ皆さん、
肉的に歩むことがいかに愚かで、いかにこの苦しいか、いかにこの自分の人生をダメにしているかということを理解してください。肉的に生きるのではない、信仰的に生きる、御霊によって生きる、これが救いなんだよ、これが救いなんだよということですね。アメン。それでは明石タイム行きましょうかね。今日は、何明石いいかな、何明石、肉が死んだ証し肉が死んだ証し、欲望が死んだ証し、はい、肉が死んだ証しスタート、肉が死んだ証しスタート。たまに断食できるようになりました。ゲーをやめました。対人恐怖が治りました。猫背が治った。肉欲を捨て崇高なる精神を得ました。肉体よりも、肉よりも霊的に成長したいです。この放送を見てから性欲がなくなりました。肉的に生きていたことが分かりました。喧嘩をやめました。そう、肉的だと喧嘩をして、信仰的だと喧嘩をしないんですね。肉が一時的な借り物だと分かりました。趣味にのめり込んでいたが、イエス様の贖いで趣味を捨てれました。ディスコに行かなくなりました。便秘が治りました。 AV 捨てました。自分の居場所ができました。肉欲は悪だと分かりました。キャバクラ行くのやめました。ボーリングに行かなくなりました。神を信じて飯がうまいです。ネズミ子をやめました。外が暖かく感じました。日曜礼拝に参加しようと思います。食事の夕食のことで喧嘩しなくなりました。カラオケに行くことがなくなりました。肉はイエス様の前で無力だと分かりました。神を信じたら体が軽くなりました。税金の督促状が来なくなりました。肉は油注ぎの前で無力だと思いました。今日は油注ぎで霊的に熱いです。芸が治りました。教会に行くようになりました。天国プロバイダーにしました。ニートでも救われると思いました。聖書を読んでたら酒もタバコもやめられました。肉の欲望がなくなるように祈ります。生きる希望が湧いてくるのを感じました。時間にとらわれなくなりました。お部屋が明るくなりました。天国ポイントがたまりました。人生から解放されました。
肉的なものを虚しくなると実感しました。苦しみから解放されました。イエス様のおかげで肉が愚かなことだと分かった。アメン。聖書読んでないけどタバコやめました。お酒飲んでません。イエス様の愛で満たされたいです。聖書しか読まなくなりました。祈りという運動で肉がダイエットできました。人に優しくなれました。イエス様を信じたら肉欲が消えました。本当に欲しいものはイエス様の愛だと気づきました。アメン。タバコをやめようと思いました。毎日賛美歌を歌っています。コミュニに入りました。一つ聞いて、これ特殊メイク違います。本当に苦しいです。イエス様、私を救ってください。救われます、救われます。この世は虚しい、欲しがりません、勝つまではと言わなくなった。救われました。神に祈ると涙が止まりません。教会に通うようになりました。旧牧師の心の言葉が素直に聞けるようになりました。ゴスペルを聞くと涙が出ます。旧牧師の教会に行こうと思いました。アメン。イエス様に出会って新しい人生を見つけました。イエス様が本当の道を教えてくれました。十字架を見ると肉欲がなくなりました。アメン。弾幕がニコ生で流行りだしました。アメン。イエス様が我が家に来てくださいました。はい、ありがとうございました。アメン。学校で君が代歌いませんでした。アメン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 。自分の力で、人間的な力でその肉の力をこの殺すことはできません。私たちは、自分で正しいことができない罪の奴隷なんですね。私たちは、アダムとエヴァが罪を犯して、人間が罪の虜になって、その子孫なんです。私たちは生まれつき罪の奴隷として生まれてくるんです。
罪の奴隷ということはもう鎖でがんじがらめ、自分で解放できない、自分で自由にならない、どうしても悪いことをしてしまう、どうしても悪いことをしてしまう、これが罪の奴隷です。そうじゃありませんか皆さん。なぜ苦しいんですか？悪いことしちゃうからです。なぜ苦しいんですか？悪いことをしてしまう、そのさまざまな罪に関わることによって苦しむのです。皆さん、自分のこと罪の奴隷だと分かりますか？自分が罪人である、罪の奴隷だと分かる人手を挙げてください。自分が罪の虜、罪の奴隷、悪いことをどうしてもしてしまうということが分かる人手を挙げてください。悪いことをしてしまう、どうしても悪いことをしてしまう、食べちゃう、飲んじゃう、悪口を言っちゃうね、どうしても悪いことをしてしまう、どうしても喧嘩をしてしまう、悪い言葉を言ってしまう、どうしても悪いことを考えてしまうね、これが罪の奴隷です。罪の奴隷です。皆さん正直です。でも皆さん喜んでください。そのイエス様が私たちを救うために、解放するために来てくれたのです。そしてイエス様が十字架にかかって死んでくれたのです。私たちを救うためにイエス様は来てくださって、十字架にかかって死んでくださったのです。ですから皆さん、イエスキリストを信じて、信仰によって歩み、御霊に導かれて歩むならば、私たちは自由になるのです。解放されるのです。今動くでしょうか皆さん。私たちはその、罪の原理、罪と死の原理から命の原理で生きることができるのです。ですから心配しないでください。私たちはそのようにですね、罪から解放されて御霊によって生きることができるのです。しかし私たちは肉を捨てる決心が必要です。欲望を捨てる決心が必要です。情欲を葬る決心が必要です。私たちは情欲を捨てて、肉の思いを捨てて、信仰で歩むという決心が必要です。そしてその命の御霊の原理によって、私たちは、解放されるのです。皆さん、ですから皆さんが今証で書いたように、皆さんの勝利があるのです。欲望を抑える勝利、肉に死んだ勝利、悪いことをやめた勝利が、その証タイムに出ているのです。皆さんの証はまさに十字架の勝利であり、御霊の勝利なのです。皆さんの証は神様が生きていて、神様が働いてくれる証拠なのです。皆さん喜びましょう、皆さんは、十字架によって本当に変えられてるのです。その証、それが証なのです。それが証タイムに証された証なのです。十字架の証なのです。信仰の証なのです。神の力の証なのです。神様が働いてくれたのです。聖霊様が働いてくれたのです。ですから私たちは、自由になったのです。そして解放されたのです。そして皆さん喜んでください。これからもっと油注ぎが強くなります。そしてその油注ぎによって解放されるのです。ですから喜んでください。喜んでください。もっと自由になり、楽しくなるのです。
罪の思いは死であり、御霊の思いは命と平安です。人間の本当の幸せはそこにあるんだよ。人間の本当の幸せは、肉によって歩むのではなく、御霊によって歩む、信仰によって歩む、これが幸せなんだよ。神様に祝福が来ます。肉の、ですね、肉にあるものは神を喜ばすことができないとありますね。肉にあるものは神を喜ばすことができない。当然ですよね。不信仰で生きてですね、神様に喜ばれることはないのです。信仰によって歩む、信仰によって歩むと神様に喜ばれるのです。皆さん、神様に喜ばれるということは祝福されるということです。神様に喜ばれるということは祝福されるということです。人生は祝福されるべきなのです。神様に祝福されるべきなのです。この神様の祝福が人間の幸せなのです。神様の幸せが人間の幸せなんです。皆さん、祝福を受けてください。信仰によって祝福を受けてください。祝福されなければ人生は幸せではないのです。祝福を受けることができるのです。そしてですね、もうちょっとこう大事なところだから読んじゃいましょうね。ローマ8の、大事なところね。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。もしイエスが死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中からよみがえらせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体も生かしてくださるのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。アメンアメンアメン。肉によって生きるなら死ぬのです。肉によって生きるなら死ぬのです。しかし、御霊によって生きるならば、御霊によって生きるならば、私たちの肉体が死んでも生きるのです。御霊によって生きるならば、私たちはキリストのものです。御霊によって生きるなら、私たちは永遠の命があるのです。永遠の命があるのです。御霊の、御霊に導かれるならば命に至るのです。肉に従って生きるならば、滅びに向かうのです。皆さん、狭い門と広い門のことをご存知だと思うんですが、御霊に生きるならば狭い門です。肉に従うなら広い門なんです。皆さん、御霊に導かれて会いましょう。御霊に導かれて会いましょう。肉の思いを殺しましょう。肉の思いを殺しましょう。情欲を殺し、欲望を殺し、欲望に従って生きるのではなくて、私たちを、永遠の御国に導く、御霊に導かれましょう。御霊に導かれましょう。神様に期待しましょう。神の力によって生きましょう。神の愛によって生きましょう。信仰によって歩みましょう。信仰によって歩むのです。皆さん、これが真理です。これがキリスト教です。皆さんが本当に深く学んでいることを感謝します。皆さんは学んできました。頑張って頑張って学んできました。皆さんは真理を得たのです。
真理を得たのです。皆さんは本当に、よくね求めてきました。皆さんは信仰を働かせてイエス・キリストの学びをよく学んできました。ですから神様、皆さんを祝福したいのです。皆さんを本当に、成長させたいのです。神様は皆さんを愛しています。神様を皆さんを愛してもっともっと祝福したい、もっともっと油注ぎを与えたい、皆さんを強めたいのです。皆さんを強めたいのです。神様の愛が皆さんに注がれているのです。皆さんに、イエス様の御言葉を与えているのです。真理を今皆さん学んでいるのです。大事な大事なとても大事なとても大事な真理を皆さん学んでいるのです。命の真理です。命の真理です。幸せになる真理です。この世の苦しみから解放される真理です。皆さんは今学んでいるのです。学んでいるのです。イエス様の御言葉から学んでいるのです。ぜひ皆さんこの真理をしっかり悟りましょう。真理を悟ってそのように、進みましょう。御言葉を固く守りましょう。御言葉を固く守るのです。皆さんは本当に、神様に選ばれて、真理を聞くものとされているのです。皆さんは本当に幸せなんです。幸せなんです。多くの人がまだ聞いていないのです。この真理を聞いていないのです。日本人の 99% 以上の人はこのことを聞いてないのです。知らないのです。聖書も読んだことがないのです。神様の御言葉を学んだことがないのです。しかし皆さんは今学んでいるのです。学んでいるのです。聞いているのです。そして皆さんが悟れば悟れば本当に救われるのです。皆さんが悟れば救われるのです。そうか、罪の奴隷だったんだ。今まで苦しかったのは罪に従ってきたから、肉に従ってきたから、肉に従ってきたから苦しかったんだ。うまくいかなかったんだ。人生がうまくいかなかったんだ。それは生き方が間違っていたんだ。肉の奴隷、罪の奴隷として生きてきたから、罪の奴隷として生きてきたからこのように苦しかったんだ。これからは、これからは生まれ変わって、生まれ変わって信仰で歩みたい、信仰で歩みたい。皆さん今がチャンスです。今がチャンスです。生まれ変わるチャンスです。イエス様は十字架で、死なれました。それは私たちの身代わりになって死んでくれましたけど、もう一つの意味は、私たちの肉が死ぬため、私たちの肉が死ぬためにイエス様が、肉に死になさいという意味を教えています。肉に死になさい。私が、ね、十字架で死んだように、私が十字架で死んだように肉に死になさい。そして十字架の力が、十字架の力が皆さんの肉を殺します。十字架の力、御霊の力、御霊の力で皆さんの肉を殺しますよということです。そして3日目によみがえります。私の命の御霊によって、私の命の御霊によって皆さんをよみがえらせよ。私の命によって生きなさい。私の命によって生きなさい。私の命によって平安と喜びを得なさい。もう苦しい人生ではない、悲しい人生ではない、虚しい人生ではない。私の命によって生きなさい。私の命によって復活しなさい。私の命によってよみがえなさいとイエス様がおっしゃっているのです。皆さん、十字架と復活、十字架と復活です。私たちはイエス様の十字架と復活によって、私たち自身の心が復活しました。私たちの人生が復活しました。皆さん、私たちの人生がよみがえったのです。皆さんはよみがえったのです。霊においてよみがえったのです。皆さんは罪に死んで霊によみがえったのです。皆さんよみがえったのです。
復活したのです。死んでいた心が生き返ったのです。肉に死んで霊に生きたい人、イエスキリストの十字架の力にあやかって肉に死んで霊で生きたい人、神の命で生きたい人、アメンと言ってください。アメン。イエスキリストを信じたい、永遠の命が欲しい、神の御国を継ぎたいという方、アメン、アメン、アメンと言ってください。アメン、アメン、アメン、アメン。神様の祝福を受けたい人、神様の祝福を受けたい人、神様に喜ばれたい人、肉の苦しみから解放されたい人、肉の苦しみから解放されたい人、アメン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 、アレリア、アメン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 。お祈りします。天のお父様、私たちは、肉に生きていて苦しんできました、苦しんできました。しかしあなたが私たちを見つけて救ってくれました。私たち一人一人のために十字架に代わって死んでくれました。それは私たちの肉が死ぬためです。私たちの罪が消えるためです。私たちが悪魔の奴隷から解放され、あがなわれて、あがなわれて、悪魔からあがなわれて、神にあって生きるためです。御霊に導かれて生きるためです。私たちが神の命で生きるためです。イエス様、感謝します、感謝します、感謝します。今アーメンと言った方が、アーメンと言った方が、罪に死にますように、罪に死にますように、肉に死にますように、十字架によって欲望が死にますように、情欲が死にますように、罪が死にますように、そしてイエス様の復活に預かって霊において生きますように、復活しますように、蘇りますように。今アーメンと言った方々が、蘇りますように、蘇りますように、蘇りますように、イエス様が命を与えてください。御霊に導かれて生きることができますように、油注ぎを与えてください。油注ぎを与えてください。油注ぎを与えてください。イエス様、信仰によって生きることができますように。そしてこの死んでいる日本が油注ぎによってよみがえりますように、日本がよみがえりますように、日本の肉が死にますように、日本の罪が洗い流されますように、日本を憐れんでください。イエス様、あなたの血潮によって日本を覆ってください。あなたの血潮をかけてください。日本全体にかけてください。あなたの御霊の雨を降らしてください。日本を清めてください。日本の罪を清めてください。日本の罪を清めてください。感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ、アメン、アメン。皆さん、真理をよく理解したでしょうか、ね。その肉に生きるということと、御霊に導かれて生きるということのその違いをよく理解することです。そして私たちが本当にどっちで生きているのか、どっちで生きているかということをよく理解して、肉を殺していきましょう。肉を殺して信仰で歩みましょう。信仰で歩むのです。これが、イエス様の御心です。ありがとうございました。また明日お会いしましょう。シャロン。ありがとうございました。シャロン、シャロン、シャロン。ハレルヤ、アメン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 。ハレルヤ、アメン。